まずこの機械の説明いたしまして、これは自転車を1台ずつ通過させる機械です。でこの特徴はこれがゲートになってます。そしてこれが後ろのゲートになってます。自転車はこっちから入ります。とこれとこれの回転が同期してます。で1台入ると後ろから閉じます。次が入れません。そうすると今度は電力を使わずにこの機械はここまで通り過ぎますと自動的にまた原点に戻ります。これは全くモーター等々は使わずに、ただこの機械のメカニズムで1台ずつ必ず自転車を認知するという。であと当社にはここに自転車と人とバイクを区別するようなセンサーも持っています。ですからそういう意味では、駐輪場の革命といえるような機械ですか。駐輪場を利用するときに入場においてはバーコードを使った入場券を発行します。でその際に人がただ入ってきても駐車券を出すと、その駐車券を持ってすぐ出れば10円になっちゃうわけですね。でそういうものを防止するために自転車、バイク、人を区別するようなセンサーを当社はパテントしても、それを入り口につけます。その時に発見器をつけます。で発見器を、自転車がいるから発見器が出る、あんたは自転車で今の時間に入りましたよということを記録した発見器です。で出る時にはこちらの精算機を使います。精算機にはもちろんこの駐車券で精算する、あるいは定期券で精算する、あるいはパスの等々で、それで今度は多分お財布携帯じゃないですけども、携帯電話の方も当然取り入れていかなきゃいけない、そんな風に感じで、やっぱりこういう機械化ということが街づくりに大変役立つような時代に何としても当社奮闘して頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。